カブくんです。今日は羽生くんの魅力また8個追加ということなんですけども、ちょっと羽生くんの、ね、魅力を10個紹介した後にね、宇野くんの魅力の方をね、12個紹介しちゃって、まあそうすると、まあちょっと違和感とかね、プレッシャーっていうのを感じてしまったんで、今日ね、8個追加して合計で18個になりましたので、安心していただきたいと思います。で、こちらが、赤いところが今回追加するところの魅力になります。アクセルジャンプが世界史上1位とかね。羽生くんの実はバレエじゃないっていう点、実はこれ後で解説するんですけどね。イナバウアーとかね、この点についてね、もうちょっと詳しく解説の方していきたいと思います。この黒のところは、この前紹介したあれ、魅力ですので、まあ、ここね、もしでもまだ見てない方いましたら、まあ、動画ね、通ってますので、まあ、詳細欄のところに貼っておきます。これが、この動画はですね、この前の羽生くんの魅力10個、トップ10個なんで、こちらを、ね、見ていただけると、理解っていうのが深まるかなと思います。まず、アクセルジャンプ世界1位かなと思います。伊藤みどりさんと比べないでくださいよ。伊藤みどりさんのアクセルはね、本当違いますので、ちょっとこれ比べてほしくないんですが、何がトップ世界一かと言いますと、羽生くんってトリプルアクセル飛ぶ前に、ちょっとすごく難しいステップっていうのをやってるんですよ。で、これがめちゃくちゃすごい。これカウンターっていうステップなんですが、これやっちゃうと、シングルアクセルもできない。本当に難しい。なんて言うんですかね、めちゃくちゃ難しいステップなんですよ。これステップ単独でも難しくて、羽生くん実はこのカウンターだったかな、ステップでね、ステップ単独で転倒することもあったんですよ。確かロミオとジュリエットだった気がしますけどね、この前、世界選手権で、2012年かな、13年かな、ちょっと忘れちゃいましたけども、それでね、確か転倒したんですよ。その転倒するくらい難しいステップに、すぐにもう0.01秒後にトリプルアクセルやるんで、これね、すごいんですよね。で、今度カウンター、羽生結弦、カウンター、トリプルアクセル、羽生結弦って、この3つのキーワードで羽生君を調べてみると、カウンターからのトリプルアクセルやってるんで、これね、やったのは羽生君が世界初ですよ。そう、これプラストリプルアクセルやったのは羽生君初なんで、僕はね、まあ、伊藤みどりさんと比べるのはあれですが、まあ、アクセル今んとこ世界1位なんじゃないですかね。僕はそう思います。今となっては、例えば他の選手も、まあ、そういったカウンターからのトリプルアクセルやってるけど、もう本当数は少ないし、まあ、たかはね、まあ、羽生くんがやっぱ先やったんで、真似ですからね、真似なっちゃうんで、だからそういった意味で、羽生くんっていうのは、いつもこうトップを、立ってるなっていう、そういうね、感じはするんで、まあ、トリプルアクセル史上1位っていうのは本当すごいなって思いますね。はい。続いて、ちょっと稲葉は荒川さんとは比べないでくださいよということなんですけども、実はね、羽生くんってね、荒川静香風の稲葉をやってるんですよ。で、これね、何が言いたいかって言ったらね、稲葉って2種類あるんです。これで今、男の子出てるんですけども、これね、ジェフリー・バトルっていう選手です。皆さん多分知ってますけども、知ってると思いますが、足のね、位置を見てくださいね。これと、荒川、羽生くんの稲葉は、何か違いませんか？違いますよね。ね、実はね、ジェフリー・ボトルのこのイナバウアーを見てると、右足が前に出てませんか？右足前ですよね。右足が前。で、羽生くんはですね、左足が前なんですね。左足前ですよね。左足の曲がってるところの方の、こうやって曲がってるところがですね、羽生くんは、左足が前。で、ジェフリー・バトル君は右足が前なんですね。これは形が違うんですよ。で、実はね、男子って、男の子って、ジェフリー・バトル風のイナバウアーは、他の選手も以前やってたんですね。なんで、こっちが男子は主流でした。ただね、太田雪菜さんとか荒川静香さんは、実はね、女子というのは右足、失礼、左足を前にしてるんですね。太田雪乃さんもそうなんですが、女子は基本的にこういう形をするんですよ。で、これはね、男子でやったことなかったんですよ。今まで男子はね、挑戦しなかったんですが、なんと羽生くんが初めてね、初めて、僕が見た限りだと、このね、荒川静香選手風のイナバウアーっていうのを男子で初めてやったんですよ。でね、これでやるとね、女の子っぽくなっちゃって、他の先生とかもね、なんか男子だからジェフリー・バトル風のイナバウアーをやれって言うんですが、それを打ち破ったんですよ、羽生くんは。で、今となっては、まあ、韓国の男子の選手とか、まあ、他の選手も男の子でも、今となってはですよ、羽生くんのイナバウアーは真似してますけども、もう昔はね、こんなのやるのは本当、女でオカマでキモいって言われてたんですよ。でもね、今見てください、羽生くんのこれ、もう打ち破ったでしょ。もうそこは素晴らしいですよ。まあ、こうね、みんな
んながね、なんかキモいとかやるなって言ってるのをね、羽生くんはね、打ち破って男らしいですよね、がオカマだって言いたいです、本当に。なんかね、本当ね、そういうところが僕は羽生くんの男らしさにつながってるんじゃないかな。だからね、何でもこう、なんかみんながこうやってるから、キモいとかね、男はこうだかっていう言うんじゃなくて、そこをね、こう、打ち破っていける。今、稲川とかもやってますが、ビーディマンスミとかね、今、普通っていう方、女子がね、昔やってた、ドーナツスピンとかも、それは女子がね、よくやるんですが、そういうのもね、羽生君は積極的にやったんですよ。だからね、その女子がやる技っていうのを取り入れて、まあ、それを男らしく見せるっていうところがね、羽生君の、まあ、イナバウアーの例からわかるんですよね。はい、続いて、陸上フィギュアスケートです。もうこれはね、僕と比べないでください。僕のカブ君のトリプルルッツ、トリプルトーループの陸上フィギュアとは比べないでくださいねっていうね、そういうね、まあ、冗談ですよ、もちろん冗談なんですけども、実はね、羽生君って陸上でトリプルジャンプができるんですよ。で、これね、すごいんですよ、はっきり言って。いや、僕がすごいとかじゃないですかね、僕がすごいじゃなくて、何がすごいかって言ったらね、実はね、氷の上で3回転ができる選手って、実は陸上ではできなかったりするんですね。で、実はね、安藤美姫さんって言いますよね。安藤美姫さん。陸上、氷の上で4回転を初めて、女子で初めてやった選手です。でもね、安藤美姫さんですらね、陸上で2回転をすることができないんですよ。なんでね、結構ね、氷で3回転ができても、陸上でジャンプができないっていう選手は多いんですね。で、羽生君実はね、僕見たことあるんですけども、トリプルルッツ、トリプルトーループの、コンビネーションジャンプっていうのを陸上でやったことあるんですよ。これすごいですよね。マジすごくて、まあ本当感心してるんですよ。これができた上で氷でもできるっていうのがあって、まあ本当ね、どこまでも陸上フィギュア界でも羽生くん強いなと思ってるんですよね。はい、そんな感じです。続いてスケート靴。皆さんね、羽生くんのスケート靴、ちょっとこう、バッテンっぽい感じしませんか？バッテンっぽい。これね、思った方は、すでにもう、羽生くんワールドです。羽生くんワールド。羽生くんのスケート靴ね、付け根のとこ見ていただけると分かりやすいんですが、こう、黒くなってません？ちょっとなんか黒いなんか、枠みたいなのくっついてるのか、ちょっと見えづらいと思いますがね、これがですね、羽生くんのね、特別なスケート、特別っていうか、羽生くんの、オリジナルな感じがするんですよ。で、他のね、選手、先ほどジェフリーバトルちらっと見せましたが、まあ、ついてないですよね。で、荒川さんも、まあ、銀のエッジで、まあ、黒い枠はついてないんだけども、羽生くんのスケート靴って黒いエッジがね、エッジのとこに黒い枠ついてるんですよ。で、これね、羽生くんが初めてこういうね、まあ、枠を使ったスケート靴を使ったんですね。今となっては、こうやって羽生くんを真似してね、こういう、まあ、スケート靴で、まあ、滑ってるっていう選手も増えましたけども、やっぱり起源は羽生くんなんですよ。だからね、そこがね、やっぱ初めてやるっていうとこ、そこを開拓していくっていうのが、いつもこう最新の、一番こうトップに立ってるっていうのはやっぱねすごいなと思うんです。いつも他のせい、やっぱり他のね、人だったらなんかこんなの使うのおかしいよっていうところを羽生くんが使ったら、ね、やっぱみんな使うっていうのはね、そうじゃなくて、自分がこう、ね、いつもこうなんか発信してるっていうところは本当に羽生くんの素晴らしいところだなと思いますね。はい、まあ、こういうスケート靴、今となっては流行ってるんです。なかなかね、なんか面白い形ですよね。なんか僕も欲しいなと思ったりするんですけどもね。はい、実はね、昔、もう一つ言うと、羽生くんのスケート靴っていうのはね、昔、まあ、スケート靴って、まあ、使うとボロボロになって、まあ、履き替えなければいけないんですけども、そのね、履き替え、古くなった靴を、実はね、羽生くんかな、まあ、関係者がですね、ヤフーオークションに出したらしいんですよ。オークションかな、ヤフーオークションか分かりませんけども、そのね、オークションの靴がですね、まあ、ちょっといくらか忘れましたが、まあ、何百万だったんですけども、落札した会社があります。落札したんですよ。これね、個人が落札したんじゃなくて、会社が落札したそうです。で、その会社の名前が、サダバサジャパンリミテッドって言ってですね、これは確かアパレルの会社ですよね。ちょっと内訳は分からないんですけども、で、このね、会社のね、まあ、結構ね、業績はこの会社悪いんですよ。でね、僕、株組んで、まあ、株をやってるんですけども、まあ、今ね、株はですね、ちょっと下落傾向なんですよね、このサマンサダバサジャパンっていうのは。なんで、まあ、よろしくお願いしますってことです。っていうことは置いといて、次いきます。実はね、羽生くんね、プーさんが嫌いなんですよ。実はね、羽生くんプーさんが嫌いなんですよ。じゃなくて、これは分かりません。実はね、羽生くんね、プーさんが好きなんじゃないかって言われたのはですね、なんかプーさんのぬいぐるみのティッシュカバーを使っていたから、まあ、羽生くんはプーさんが好きだなっていうところから始まったんですが、これプーさんの投げ込みって結構有名ですよね。でもね、羽生くんってプーさんが本当に好きなのかって言ったら、これ結構微妙で、別にプーさんが好きなわけじゃないんじゃないのかなって思うんですけども、これは別に実はね、どうでもいいんです。僕ね、こういうことが言いたかったんじゃないです。これね、題名5番目ね、羽生くんはプーさんが嫌いです。これね、
大炎上しました。これはね、実はどうでもいいんです。そうじゃないんですよ。問題はこれです。羽生プーさんシャワー禁止。つまり羽生くんのね、プーさんね、投げてる人いるでしょ。あれ禁止になったんですよ、全日本選手権で。でね、なんで禁止になったかって言ったら、やっぱりね、他の選手にね、あんだけプーさん投げ込まれると迷惑っていうのあったんですね。で、まあ結構問題視されてまして、その他の観客とかにもプーさん投げ込まれるのが結構迷惑だっていう人が多かったんですが、実はね、これで嘘です。嘘だ、これ嘘なんですよ、本当に。羽生君のプーさんシャワーなんて別にね、羽生君プーさんシャワーごときでね、ダメになっちゃう、影響されちゃう選手っていうのは、もともとね、練習不足ですから、ダメっすよ、はっきり言って。じゃないんですよ、実はね、嫉妬です。もう嫉妬なんすよ、もう何でも嫉妬。もうね、他の選手とか、他の人とかね、ああいうプーさんを見てて、羽生君にね、嫉妬するんすよ、嫉妬するんです、マジで。だからね、もう嫉妬なんですよ。でもね、よく考えてください。羽生君がね、いるからこそ、他の、フィギュア界、フィギュア男子っていうのがここまで盛り上がったんですよね。だからね、僕ね、羽生君がね、いるからこそ、これはもう経営的な話をしたけども、やっぱお客さんがいっぱい来るじゃないですか。やっぱりね、フィギュア界も、変な話だけど、儲かりますよね、やっぱお客さんが来るから。だからね、羽生君がこうスケート界を盛り上げてる、羽生君なしで、ここまでスケート界来なかったんじゃないですか。来なかったじゃないですか。だからね、僕はね、このプーさんが投げ込みが禁止になるっていうのは、ちょっと、ちょっと、あまりにもね、おかしいんじゃないかと思うんですよ。その迷惑っていうのがありますけどもね。でもね、宇野くんね、プーさんシャワーになった後に、ちょっと次の選手って、滑るんですよ。滑る前に、ちょっとウォーミングアップで滑らなきゃいけないんですけども、プーさんがいっぱいあると、ウォーミングアップできないんですけども、宇野くんね、ウォーミングアップの時間が短くなっても、羽生くんに勝った試合あります。なんで、あんまりね、関係ないんですよ、ぶっちゃけ。ぶっちゃけ関係ないんですよ。だからね、それでね、そんなんでできない選手はダメじゃないですか。ね。だから僕はね、そうじゃなくて、もうこれはね、もう嫉妬ですよ。もう嫉妬ですよ。もうこれしかないっすよ、マジで。でも嫉妬する人いっぱいいますからね、もう選手の中でも、羽生くんにすごい嫉妬して、プーさん投げ込まれてるのか、羽生くんってめっちゃ目立っていいなっていう人いっぱいいるんですよ、やっぱ。フィギュア界ってね。だからね、あれはね、嫉妬です。もうこれ、競技者の中にも嫉妬するやついっぱいです。これ、マジで本当です。もう本当です。もう嫉妬だらけ。もう本当マジ嫉妬だらけ。僕もね、シーズンで滑ってたけどね、みんな羽生くんの悪口言ってた。女っぽいとかね、もうすごいっすよ、マジで。本当ね、何嫉妬してんだって本当言いたくなります。僕はね、こんな嫉妬してる時間があったら練習しろって思うんですけどね。これは自分に言ってるんですけどね。はい、僕はね、確かにすごいなと思うんですが、羽生くんを逆に見習って、嫉妬するんじゃなくて、羨ましいと思うのはいいと思います。羽生君を逆に見て、じゃあ僕も羽生君みたいな技をね、ちょっと羽生君みたいになるためにはどうすればいいんだっていうところに、自分の成長につなげればいいのに、みんな嫉妬しちゃうからやっぱりダメなんですよね。それは良くないんですよ。なんでプーさんシャワーいいんじゃないかなって僕は思うんですよね。こんなの日本だけっすよ、マジで。本当に。はい、続いて、傲慢さがない。もう羽生君がね、僕成長できるのはこの傲慢さがないからだと僕は思うんですね。で、ソチオリンピックで金メダルって取ったんですが、ソチで金取った時でもですね、羽生君は実は満足してなかったんですね。で、これはなぜかって言ったら、自分の演技が納得のいく演技ができなかったからなんですね。で、羽生君はいつもこう、自分、あの、金メダルが取れても、自分の演技ができなければ、負けたのと同じだっていうふうに考えてるっていうところが、やっぱスポーツ選手としては素晴らしいなって思って、そういうところがね、成長につながってるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、それだからこそ負けず好きなんですよ。つまり、負けず嫌いってイメージは羽生くんなんだけども、負けず嫌いだと、この前もこれ解説しましたけども、負けず嫌いでも負けちゃうんですよ、基本的に。わかります？でもなんかね、これ伝わりにくいんですけども、結構、日本の中でも負けず嫌いの人っていっぱいいますよね。多分ね、8割とか9割の人は負けるの嫌いなんですよ。でもね、いくら負けず嫌いでも負けちゃうんですよね。で、だからね、むしろ羽生くんっていうのは、負けることが、むしろその好きなんじゃないかと。むしろ負けることをわざとあえて、負けるっていうところが、すごいなと思うんですよ。本当です。僕ね、これ、炎上しそうですけども、あえてね、試してみる。試し玉を打ってみて、で、あえて失敗して誰かに負ける。そしてね、その負けて、あえて課題を洗い出す。ね。だからね、僕ね、あえて負けて課題を洗い出して成長につなげるって、これをね、繰り返しているような気がするんですよね。でね、その羽生君の素晴らしいところって、例えばその、なんて言いますかね、その、
新しい技をちょっとでもできたら挑戦するところなんです。ちょっとこれ上の方に書いたかな、ちょっと書いてないかな。普通はね、例えば120%絶対にできるっていう技を試合でやると思いますよね、皆さんね。もう本当練習して練習して。でもね、羽生君の素晴らしいところって、ちょっとでも練習で1%、0.5%ぐらい練習でできたやつっていうのをね、いきなり試合に入れるところがすごいんですよね。普通はね、100%できないと、まあ、試合では自信がなくて入れられないんですけども、羽生君の素晴らしいところって、まだ習得しきってないのに、それをね、本番でやっちゃったこと、4回転ルッツが成功した時なんて、本当微妙ですよ、微妙だったんですよ。でもね、やっぱりそこをね、あえてね、試合でね、試し球を打つってところはね、本当ね、こういうところがね、まあ、すごいのかなって思うんですよね。ね、羽生君のね。だからまあそういったところでこうあえて、まあ、今先ほど実はイナバウアーの話したんですけども、イナバウアーも羽生君って、まあ、ギーギー音が鳴らないって今言いましたけども、実はね、羽生君のイナバウアーってそのバレエをやってる人から見るとなんか体が硬いって言われるんですよ。これもね、マジっす、マジ本当に体がね、羽生君硬いとか言われるんですけども、ビールマンスピンとかもやった時に体が硬いよねって言われるんですが、羽生君の素晴らしいとこってもう完全体になってないのに試合に挑戦するとこなんですよ。これは分かってない人が結構いまして、でね、本当ね、嫉妬ばっかです。なんか羽生なんて、なんかバレエやってる人、バレエとかをね、やってる人はね、フィギュアスケート見ると、なんか体硬いのに、なんかイナバウアーとかビールマンとかやって、なんかなんて言うんですかね、なんかこの胸張っててうざいとか、そういう人結構いるんですけども、そこじゃないんですよ。羽生君はですね、不完全でも試合に入れるとこかっこいいじゃないですか。不完全なんですよ、不完全なのにそこを試合に入れてくるところ、試し球を打ってくるところ、っていうところは本当に男らしいなって思うんですよね。で、イナバウアーも、単独で見たらですね、イナバウアーとか、それからビールマンスピとかも確かに羽生君より上手い選手はいるんですが、羽生君はね、バレエじゃないんですよ、やってるのは。フィギュアスケートってね、バレエじゃないんですよ、みんな思うんだけども。まあ、羽生選手って見ると結構こう美しい滑りとか、なんかバレエっぽいってイメージあるんですけども、これ実はね、羽生君の美しさっていうのはね、バレエ的な美しさではなくて、もう本当にね、まさにね、フィギュアスケートっていうのは美しいんですよ。ここが魅力なんですよね、羽生君のね。で、だからね、もしかすると、これもしかすると僕の主観かもしれませんが、羽生君がね、バレエをやってももしかしたら美しくないかもしれないです。これは本当です。でね、まあ、今言ったようなビーズマンスピンとか、まあ、ビーズマンスピンとかイナバウアーとかも言ったんだけども、あれってね、バレエ的な美しさではなくて、まあ、アスリート的なビールマンだなっていうふうに僕は思うんですね。だからまあね、結構ね、まあ、バレエとかね、まあ、さっき言ったけど、バレエとか、まあ、そのなんかクラシックダンスとかやってる人からすると、なんかそう、体が硬いよねって言って、羽生君なんて美しくないっていう人いるんですけども、もうこれほっといていいです。これもね、嫉妬です、嫉妬です。まあ、羽生君の、まあ、やってる4回転とか、トリプルアクセル、史上世界一4回転トリプルアクセルとかね、そういうのをちゃんと見て、いちいちこう、なんかそのビールマンが体が硬いとか言ってんじゃないって思うんですけども、僕のね、羽生君の魅力はですね、さっき言ったように、バレエじゃなくて、フィギュアスケートが美しいんですよ。うん、ここなんですよ。だからね、バレエとかやってる人はね、なんかその、本当、羽生君見た時に美しくないって言うんじゃなくて、全体的にフィギュアスケートが美しいっていうところを見てほしいんですよね。ここがね、羽生君の魅力なんですよね。はい。まあ、フィギュアスケートやってるんだから、フィギュアスケートが美しいでいいじゃないですか。それをね、まあ、体が硬いとかね、イナバウアーができないとか、まあ、確かに、その荒川さんと比べたりとか、イナバウアーだけすごく上手い人いますよ。でもそういう人と比べれば、単独で見れば、なんかその劣るってあるんだけども、でもね、そんなのどうでもいいですよ。総合的に見てイナバウアーをやってるとか、全部ね、もうその、新しい技を、ね、不完全でもやろうってしてるところがかっこいいんですよね、羽生君のね。だからまとめると、羽生君はですね、まあ、フィギュアスケートが美しいんだと僕は思うんですよ。だからこそ、まあ、本当にね、まあ、イナバウアーをやってもね、体硬とかね、言う人いるんですけども、羽生君の素晴らしさっていうのはですね、まあ、できないことがちょっとできたらすぐにやるっていうところなんですよ。でね、他の選手はね、安全な方を選んでしまうんですよ。なんか例えばね、羽生君はですよ、まあ、他の人だったら、まあ、イナバウアーとかも完璧に、例えば荒川さんみたいに完璧にできなければ本番で挑戦したいんですよ。でもね、羽生君はですね、ちょっとでもイナバウアーができるとか、ちょっとでも4回転ができるとか、ちょっとでもトリプルアクセルができるとかね、ちょっとでもできると思ったらすぐに試合に入れるんですよ。あのね、で、あの
仮に出来栄えが、仮に、完成度がね、5%以下であってもね、試合でぶっ飛ば、ぶっつね、試合でね、本当にぶっつけ本番でやってくるんですよ、マジで。だからそこがね、羽生くんのね、本当男らしい、なんか可愛く見えて男らしい魅力的だなっていう思うんですよね。はい。って感じなんで、まあ、今回羽生くんのね、魅力って伝えたんですけども、まとめるとですね、羽生くんっていうのは、まあ、本当魅力がいっぱいあると。で、どこが魅力かって言ったら、フィギュアスケートが美しいんだというところだと思うんですよね。だから、今後も、ちょっとでも、何か技ができても、それが不完全であっても挑戦してくる。まあ、ここがね、すごく魅力的だと思うんですよね。はい。っていう感じです。まあ、どこまでね、伝わったかわかりません。まあ、僕もね、頑張って、羽生くんの魅力っていうのを伝えていきますし、まあ、僕自身もね、羽生くんを見習って、スケートっていうのを頑張っていこうかなって、そういうふうに思ってます。はい。なんでね、今回の魅力、羽生くんの魅力っていうのはね、18個ね、この前紹介したやつとまとめると、上から順番にまとめると、まず1番目、可愛く見えて男らしい。可愛く見えても、男らしいところは、素晴らしいし、ナルシストに見えてナルシスト、これも解説しましたね。例えば、あとはね、ゆとり世代ね、羽生くんゆとり世代ですけども、それ勇気与えてくれたっていうのがありますよね。で、今日の内容で言うと、アクセルジャンプね、伊藤みどりさんっていう素晴らしいトリプルアクセルジャンプありましたけども、羽生君はトリプルアクセルやる前にすごく難しいステップやってる。これをね、直ちにトリプルアクセルができるっていうのは、羽生君が世界で初めて挑戦したんで、このアクセルジャンプが1位っていうのと、イナバウアーの時に音はギーギーにならない。これギーギーにならないっていうのは素晴らしいんですけども、世界で初めて荒川静香風のイナバウアーをやったところっていうのが、素晴らしいと。13個目、陸上フィギュアスケートができる、トリプルルッツ、トリプルトーループができるっていうのと、スケート靴がですね、ちょっと変わってるっていうところと、で、実はね、羽生くんがプーさんは好きじゃなかったんじゃないかっていうね、これは、わかりませんけども、これ勝手な僕の予想ですけども、そうじゃなくて、ちょっと羽生くんが実は、問題はっていうのは、プーさんがですね、ちょっと投げ込みが禁止になっちゃったんですよね。で、投げ込みが禁止になっちゃったんですけども、これはですね、嫉妬だと、嫉妬。ね、つまり、誰かの迷惑かかるとかじゃなくて、もう嫉妬なんすよ、もう嫉妬。ね、いいじゃないですか、プーさん投げ込まれてね、そっちの方が試合って盛り上がるじゃないですか、みんなファンとか来て。でもなんかね、嫉妬する人いるんですよ、関係者でもいっぱいいます、めちゃくちゃいます。競技者でも僕知ってます、もうめちゃくちゃ、もうね、聞くんですよ、羽生君はなんか目立ちたがりで、ね、キモいとかね、もう本当ね、もう中級者以下の人は言うんですよ、もう僕は本当にみっともないなと思うんですけど、もう聞いてますけどね、お前がやれよと、ね、お前がやれよと、悔しかったら羽生に勝てと言いたいんですけどね、そういう嫉妬があるからね、こういったね、お金がある人がね、じゃあ、羽生君のそのプーさんがもっとね、気に食わねえかっつってね、プーさんを謹慎するんですよ。本当みっともないですよね。なんで、そういうのがあるんで、僕はね、もう羽生君がね、フィギュア界をね、引っ張ってきた。ね、ここまでね、お金の話をすると、羽生君がいるからこそ、いろんなね、経済ってのはよく、絶対に羽生君経済よくしてますよ。だってね、落ち込んでた人を、落ち込んでたファンをですね、羽生君も生きがいにして、頑張ったって言ってね、お金を稼げるようになったとか、そういう人いっぱいいますよね。だからね、羽生君のおかげで、日本の経済良くなってますよね。コマーシャルとかも出てね、なんかそれで、結構それで、お金取れてるっていう人もいるんで、だからね、羽生くんのおかげで経済良かったんですよ。だからぶっちゃけこう思う、だからプーさんごときで文句言うな、ね、そう思うんですよね。16、傲慢さがない。これはですね、羽生くんは、これ17番目の負けず好きにね、繋がってくるんですけども、あえて自分で負けることで、どんどんこう、自分で課題を、自分で自分自身で課題っていうのを洗い出して、それを挑戦するっていう姿があるわけなんですよね。で、その傲慢さがないっていうのは、そのね、自分がね、いくらね、もうすごい良くても、あえて、その勝っちゃ嫌なんですよ。羽生君勝っちゃ嫌なの。勝つのが嫌いなの。勝っちゃうと、そこで終わりじゃないですかね。終わっちゃう。だからね、あえて負けるのが好きっていうのは、よく、これはですね、負けるのが好きっていうのはよくて、あえて自分は全然できないっていう、ずっとこうね、いくらね、羽生君はトップだって言っても、ね、ずっとね、自分はね、クソだと思ってるんですよ、羽生君は。そこがすごい。あんだけね、オリンピックで金をね、2大会連続取ってもね、もうまだまだ僕は弱い。そこをね、それがね、すごいなって思うんですよ。僕もこれ見習わなければいけないなって思うんですよ。だからね、負けるのが好きとか、本当にすごいと思います。で、18番目、バレーじゃないんですよ。羽生君がやってんのはね、もうね、
羽生君美しいですよね、滑ってる姿すごい綺麗です。でもね、あれね、バレエ的な美しさじゃなくて、フィギュアスケートが美しいんですよ。でね、バレエやってる人はね、また羽生君を見てね、なんかイナバウアーとかね、ビールマン好きなのって体硬いとか言うんですけども、そこじゃねえんだよ。4回転とかね、男らしい4回転とかトリプルアクセルとかやってるの、それを含めて、それプラスドーナツスピンとかイナバウアーとかやってるんですよ。でね、羽生君は確かにですよ、荒川さんに比べるたりとかね、もう超一流のバレリーナから見たら、確かにもしかすると体硬いかもしれない、分かりませんけども、でもね、不完全でも氷でこうぶっとやるっていうと、しかも今すごく美しいじゃないですか。実はね、昔ね、稲川をやったんですけども、昔はねちょっと硬かったんですよ。でもね、それをねやっていくうちにね、みんながね、羽生君の稲川が好きになった、みんなが、ま、あの羽生君のやってるビールのが好きになった、あの形、あのね、不完全でもすごい美しく、そしてかっこよく見せる、美しくかっこよく見せられるって、そこがね、僕は本当すごいと思うんですよね。だからね、まあ、どこまで魅力伝わったかわからないんですけども、なんかそのバレエとかね、やってる人はもっと僕の方が、私の方がね、ビールマンうまいとか言ってる人いますけども、そうじゃねえんだよ。フィギュアスケートっていうのはそこじゃねえんだよ。で、羽生君の魅力っていうのはそこじゃないんだ。だから全部を見なければいけない。そこをね、羽生君みたいな腰が上がってないビールのはキモいとか言う人いますけども、それはね、嫉妬です。あなたね、そこのね、嫉妬っすよ、そこは。だからそんなんじゃないっすよ。全部を見て、フィギュアスケートが美しいっていうところを見てほしい。そこはね、やっぱり羽生君の大きな魅力なんですよね。だからもう、なんかちょっとのね、なんかミスとかね、した時に、なんか羽生君なんかもう終わったんじゃないかっていう人いますけども、まあそれもね、嫉妬。もう全部嫉妬。だからね、もう羽生君はね、魅力だらけだ。そこがね、やっぱ気に食わない人いっぱいいるんですよ。だからプーさんも献身だったりするんですよ。もうそんな、でもね、羽生君の素晴らしさ、もう一個言うと、そういうね、いろんな嫉妬があるでしょ。全部もう気にしないっすよ。そんな気にしてるよりもね、そんないろんな人の嫉妬っていうのを全部ね、もう気にしないっすよ。それよりもね、練習をする。練習をして、自分が上手くなることに集中する。ね、それがね、羽生君の強いところ。これはね、もう日本の全に、あの日本の人たちにね、羽生君っていうのは、そのね、自分がやんな好きなことっていうのを、まあ、挑戦した方が、まあ、幸せになりますよっていうことをね、言ってますよ、羽生君は。だから、ね、僕はここがね、羽生君が、まあ、日本中の人々に勇気と感動を与えるっていうところは、僕はそこなのかなっていうふうに思うんですよね。っていう感じで、まあ、今日羽生君のね、魅力っていうのをね、8個追加しました。でね、まあ、まだまだこれからも羽生君の魅力っていうのを伝えてきますけども、まあ、これで皆さん、まあ、待ってましたって感じですけども、羽生君の魅力はね、18個になりましたんで、まあ、宇野君の12個を超えてね、6個ね、宇野君に勝ってます。今のところ勝ってます。ただですね、皆さん、容赦くださいよ。宇野君の魅力っていうのをね、付け加えちゃうんでね、今度ね、本当申し訳ないです。でもね、そこはね、まあ、羽生君の魅力と宇野君の魅力ね、どっちがこうなんだってありますけどもね、まあ、どちらもね、魅力って違うんですよ。だからね、まあ、そういうところをね、見つつね、まあ、羽生君も宇野君も、魅力があるね、っていうね、それがね、解説っていうのをね、今後していこうと思うんで、ぜひね、興味のある方はチャンネル登録の方していただけると嬉しく思います。はい。で、今日もね、ちょっと、もうね、ダメだ。ゆっくり喋ようと思ったんですよ。申し訳ない。もうめちゃくちゃね、羽生くんのね、話するともうめっちゃ止まらなくなっちゃうんですよ、本当。でね、もうダメだね。僕ね、ちょっとね、ゆっくり喋ようって、最初ね、皆さん感じたと思うんですけども、僕の解説ね、ゆっくりだな、今日はなんか軽くゆっくり喋ったな、この前とは違うのかなと思ったね、思ってる人いるんですけども、結構ね、ダメだ。途中からね、早くなっちゃうんですよ。何なんですかね。僕ね、カーってね、なっちゃって、なんかね、もう気づいたら早口になってて、もう止まらなくなっちゃう。なんで、今後はね、ゆっくり喋ろうとしますけども、もし僕、早くなったらね、言ってください。カブ君早いよってね、言ってください。もうそこ言っていただくと、途中で、まあ、ゆっくりね、喋ることができると思います。はい。ってことでね、今日は終わりにしたいと思います。最後までご清聴いただきまして、ありがとうございます。